北斗藤大輝は埼玉県所沢市組出身で八角部屋所属の現役大相撲力士。本名は中村大輝。身長185センチメートル、体重164キログラム、血液型は A 型。得意技は推し。最高位は東小結び。び好物はステーキ、寿司。嫌いなものは梅干し、辛いもの。 所沢市出身者発の幕内力士。平成4年度生まれの関取を指す花の4組の一人。入児期には9つ上の姉がミルクやおむつの世話をしばしば言っていたが目を離すとすぐにその場からいなくなる子であったため、外を歩くときは縄飛びの縄で縛って犬の散歩のようにしてどこかに行ってしまわないようにされた。幼稚園児の頃、デパートで迷子になるたびに自ら、 迷子係のところへ行き、お母さんが迷子になっているから放送してくださいと頼み、次第に両親も中村がいなくなっても心配せず放送を待つようになった。幼少期よりサッカーや水泳など多くのスポーツに親しんでおり、おむつをつけている時からやっていたスキーの腕前は3歳の頃に上級者コースで滑るほどであった。所沢市のワンパク相撲で小学2年生。 三年生の時に続けて同じ相手に負けて準優勝に終わったため優勝トロフィーが欲しさに所沢市立南小学校四年生から隣接する入間市の相撲道場である入間少年相撲クラブに通ったクラブに通ったばかりの頃は弱く稽古でも同級生に勝てず大会でも一回戦で負けてばかりであったため親からお前見込みないからやめちゃえと言われたこともあり 本人はそう言われるたびに歯を食いしばって稽古した。小学5年生の頃から急激に強くなり、埼玉県内では無敵になった。6年生の時にクラブが埼玉県の大会で初めて優勝して監督が喜んだのは中村にとって良い思い出である。所沢市立南領中学校では柔道部に所属し、市大会で優勝の実績を持つが、 相撲の大会と日程が重なったため県大会は欠場した。相撲の方は中学2年生で立川連成館に移籍。3年時に全国都道府県中学生相撲選手権大会で優勝しているが嬉しさのあまり気持ちが高ぶって過去級になったため団体戦は欠場した。埼玉栄高校に進学すると3年時に高校総体で優勝し、 高校横綱のタイトルを獲得した。埼玉栄高校の相撲部監督である山田同期からは挨拶や礼儀、相手を思いやる気持ちや感謝の心を学んだ。相撲が取れるのは周囲の人物のおかげであり、決して当たり前のことではないということを学んだ。日本体育大学体育学部武道学科進学後は2年次に東日本学生相撲個人体重別選手権。 大会135キロ以上級に優勝して、個人初タイトルを獲得。同じ年には、全国学生相撲選手権大会で、個人優勝し、大相撲の幕下15枚目格付け出資格を獲得した。3年時には、国体の相撲競技青年男子の部で優勝し、タイトル獲得から1年間しか行使できない幕下15枚目格付け出資格を再取得。しかし、 大学まで行かせてくれた両親のことや、当時履修中だった教職課程のことがあって、中退はせず、最終的に大学では、個人タイトル13巻となったが、4年時に幕下付け主資格を得られる3大タイトルを一つも、獲得できずに幕下付けでの権利を失った。幕下付け出しの権利を失ったことに関しては、2021年1月場所後の記事で、後悔はない。 4年間大学に通わせてくれた両親に感謝ですと話していた。大学卒業後は八角親方の相撲に憧れて八角部屋に入門。入門の同期として八角部屋のゼネラルマネージャーである長谷川周一に誘われたという点も大きい。2015年3月場所で初土俵を踏み、前相撲は2連勝で一番出世。入門同期生には三竹海、うららがいる。 初めて女の口の番付に名前が載った5月場所は4日目に、裏に敗れて、プロ初黒星を喫したが、残りは全て勝って6勝1敗。女2段で迎えた7月場所は、両目の結膜炎で稽古不足ながら、7戦全勝で、裏との優勝決定戦に進み、雪辱を果たして女2段優勝。続く9月場所は3段目で7戦全勝優勝。 11月場所で幕下に昇進後も4場所連続で、勝ち越し、負け越し知らずで2016年7月場所での新十両昇進が決定した。7月場所の大相撲中継の新十両紹介コーナーでは、大竹会館を越すのが目標と話し、この場所は10勝5敗の勝ち越しに終わった。十両2場所目の9月場所では初日黒星発進から、 最終的に12勝3敗の好成績を挙げて重量優勝を果たした。この好成績により、11月場所では新入幕を果たし、同時に仕込めを北斗富士に改めた。前相撲から所要10場所での新入幕は、年6場所制が定着した1958年以降に初土俵を踏んだ力士としては大砂嵐に並び2番目のスピード出世。北斗富士は、 福岡市南区の八角部屋の宿舎で新入幕会見を行い、早く番付を駆け上がりたいという強い気持ちでやってきたので嬉しいですと喜びを語った。さらに名前を汚さないようさらに精進して頑張りたいですと決意を語り、今後対戦したい力士として同学年で大学時代にしのぎを削った新小結、三宅海と同じ高校の先輩の大関、豪栄道を挙げた。 八角親方は、いい名前と言われるかどうかは、自分の頑張り次第。新入幕で、どこまでやるか楽しみだねと期待を寄せていた。10月3日、所沢市役所を訪れ、藤本正人市長に優勝を報告した。北斗富士は、偉大な二人の名前をいただいたので、一層稽古に、励みたい。どんどん前に出て、相手の嫌がる相撲をしたいと力を込めた。市側から、 市官公大使への就任を要請された北斗富士は、これを開拓した一方を、藤本市長に地元の公園会長就任を要請。藤本市長は、横綱を目指して頑張って、とエールを送った。この新入幕の場所では9勝6敗と勝ち越した。幕内上位も伺う、西前頭5枚目まで番付を上げた2017年、3月場所は、場所直前に、 右ふくらはぎの肉離れというアクシデントの影響もあって前半戦では5連敗を喫するなど不調であった。後半戦で立て直したが、14日目に入門以来初となる負け越しが決定した。この場所9日目の高野岩戦では、流血するハプニングがあった。しかし怪我をした中で7勝を挙げ、これにより自分の力を出せれば負けないという自信がついた5月場所は、 東前頭7枚目の地位で10勝5敗の好成績を残し、これは自身初の幕内2桁勝利。初の上位対戦となる西前頭2枚目に番付を上げた7月場所は初日に新大関高安を破ると3日目には横綱各竜を押し出しで破り初金星を上げた。3日目の支度部屋では、 最高の舞台に立てて、やる前から、鳥肌が立っていた。たまりに座っていても、何が何だかわからなかった。目頭が熱くなったと、横綱初挑戦にして、金星を獲得したことに興奮気味であった。この場所は14日目に、石浦を押し出して、勝ち越しを決め、三勝戦公開で千秋楽の勝利を条件に、関東省の候補に上がったが、琴将棋区に渡し込みで敗れて、 自身初の参照を逃した。北斗富士は山椒について意識しない方がおかしい。嫌でも耳に入る。調子は良かったが緊張が勝ったと残念がっていた。8月1日の夏巡業という他場所では、高安の胸を借りて3番稽古を9番に行った様子が伝えられている。最後の1番だけ押し出すことができたが、僕の息が上がっていたので力を抜いて、 形にしてくれたと謙遜。その他にも夏巡業では上位陣にたっぷりと胸を借りた。7日の本場場所では同じ埼玉県出身の大栄将と並んで握手会を行った。引き続き上位対戦となる東前頭2枚目の地位で迎えた9月場所では、 春馬富士を破り二つ目の金星を挙げる活躍を見せたものの場所中に左手首を骨折した影響もあり12日目に負け越しが決まったが13日目から3連勝して7勝8敗本人は後に骨折した左手首についてその中でよく7勝できたなと振り返っている続く十一月場所は七日目に二十日を合わせとの横綱稀瀬の里を寄り切りで破り 三場所連続三つ目の金星を挙げた。激闘に興奮した観客席からは座布団の代わりになぜかトイレットペーパーが飛んだという。その日の支度部屋では前の二個より出し切ったし取り口を覚えています。嬉し涙は三個目だからいいですよと笑顔で答えている。十日目の千代大流戦で勝ち越しを果たしたが、この日は父親の誕生日であり北斗富士は 相手の引きは頭にあったので、前に前に意識して出ました。今日は父親の誕生日なんで、勝ち越せてよかったです。全体的に前に出ているんでよかったです。沖の海も勝ち越し、二人で勝ち越せてよかったですとコメントしている。最終的のこの場所は11勝4敗で、技能賞を獲得。2018年1月場所は、 三役から平幕に落ちる星の力士がいなかったため、全場所から2枚半上昇にとどまる、東前頭筆頭で迎えた。平幕で11勝の翌場所に三役に昇進できなかった例では、最も少ない昇進幅となった。この場所部長の白鵬から金星を獲得した以外は、振るわず、最終的に自身初の二桁黒星となる4勝11敗の大敗を起死した。 ちなみに4場所連続金星獲得は幕内では1999年5月場所の土佐の海以来史上2例目続く3月場所は5枚半加工とやや番付運に恵まれ西前頭6枚目の地位に着いた9月場所は初日から7連勝で特に序盤の5番は5勝中4勝が押し出しと押しが際に咲いていたこの場所は後半失速して九勝六敗に終わるが 勝った9番中6番が押し出しであった。2019年1月場所は6日目から2日連続で不戦勝を勝ち取る幸運に恵まれ、9勝6敗の勝ち越し。これによって続く3月場所は新小結びとなったが、大関以上には角番大関の土地の新にしか勝てないなど、幕内上位の壁に阻まれ、11日目に負け越しを確定させた。 時事通信も存在感示せずと残念あり、本人も場所中の支度部屋で三役になって満足をしてしまったのかも。もっと向上心を持たないといけない。自力、馬力もまだまだ足りないと反省の弁を続けたが、残りの4日は全勝して7勝8敗と負け越しを最小限に止めた。9月場所は一番も勝てず急上した白鵬からの金星を除いて、 大関以上からは白星を奪えず、7日目まで1勝6敗と、上位の壁に阻まれたが、残りの小結以下との対戦では全勝して9勝6敗と、勝ち越した。三役に復帰し、自己最高位の東小結で迎えた、九州場所は、三役以上からの白星は、関脇の御嶽海と不調の大関の高安からのみで、6日目まで4勝2敗と、 序盤は好調であったものの7日目から5連敗と、途中から崩れ、13日目に負け越しを確定させる。残りを2連勝して7勝8敗と踏みとどまったが、平幕への陥落は、決定的となり3役の壁に阻まれた結果となった。東前頭2枚目の地位で土俵に上がった2020年、1月場所は11勝4敗。序盤戦でに横綱。 に大関を破った押し相撲が評価されたことから、この場所は技能賞を受賞。三度目の小結びとなった三月場所では、二日目に横綱、各竜を破るも四日目から八連敗を起死した。最終的には四勝十一敗とした。西前頭五枚目で迎えた七月場所では、十三日目に勝ち越し、九勝六敗となった。東前頭二枚目で迎えた九月場所では、 三日目に、大関、高啓勝を破るも、六勝九敗で終えた。東前頭四枚目で迎えた十一月場所では、初日から四連勝するも、五日目以降、小結、照ノ富士、大関、高啓勝らに敗れ、四連敗するも、九日目以降は再び星を伸ばし、七連勝とし、十一勝四敗で場所を終えた。この場所では、三役以上で勝てたのは、 西小結、高安のみであったが、平幕力士には星を落とすことがなかった。2017年7月場所後の座談会で、四頃山が語ったところによると、アマチュア時代はさばいて勝つ相撲であったが、各界入り後は立ち合いのあたりで一辺に決める相撲へ変わった。報道では、しばしば力強いと評されることがあるがどちらかというと、パワー一辺等ではなく、 バランス型に近く、突き押しの他に上、手前踏んどしを狙ってのより、投げ、引き、ひなしを使って、相手を処理する。頭から当たって、左を刺すのが主な勝ち筋であり、衝突猛進でないためか2017年、7月場所などは5秒以上10秒以内で終わった、相撲が7番であった。懸念材料としては、右膝の怪我があるが、 しころ山によると稽古熱心者でそれを補っているという。2017年9月場所前の座談会では、前の海から、押し一本だと、この先厳しいかもしれません。膝の故障もあるし、ずっと押しだけで行くと限界があると思います。押してダメな時は、全密を取って食い下がるといった相撲があれば、取り口の幅も広がっていくと思います。体質、体型もあるでしょうけど、もう一つ。 プロとしての尻や太もも、膝の上あたりに、コブが欲しいですね、と言われている。おっつけの威力は相当のものがあり、2017年11月場所2日目に、三竹海を破った際には、おっつけがよく、相手の方から、ミシミシという音が聞こえた。今年の一番を更新ですね、と、本人が取り組み後に振り返っている。そのおっつけが評価されて2017年11月場所は、 技能賞を獲得している。一方、2018年1月場所の相撲を14代双子山は、高啓賞、三竹海、大野賞とまとめて、自分は、これが強いというものがあまりないですね、と指摘しており、三竹海以外の共通点として、押し込んですぐに叩きに行くと、相撲のワンパターン差を突っ込んでいる。2019年3月場所前に14代に小山は、自身のコラムで、 横綱、大関相手だと、頭から当たる良い相撲を取るが、平幕が相手だと手を出して、立ち合いを止めようとして、星が上がらなくなるという傾向を指摘した。2019年3月場所3日目の土地の新戦の、ように左をつけ、右のドアで回しを取らせずに相手を遠ざけて勝つ相撲が、北斗富士の理想の相撲であり、本人も、回しを引かれたら、アウトだと思っていた。 それだけ圧力をかけていくのが自分の相撲と語っていた。2020年1月場所3日目に各竜から金星を奪った際にも右のドアが決め手となった。2021年3月場所4日目、5日目のような流血戦も辞さない精神力も持ち味。カッコ内は勝ち数、不数の中に占める不戦勝、不先輩の数。 ふとじは2021年5月場所終了現在、現役力士。2021年5月場所終了現在、ありがとうございます。